観音神に聞くと、この辺りには鶏ちゃんと書いてケイちゃんと呼ぶご当地グルメがある。中でもおすすめのお店は杉の子。怖がりの堀ごたつでお目当てのケイちゃんと君に一番搾りを注文すると、ジンギスカン鍋が運ばれてきた。お待たせいたしました。ケイちゃんのビールって最高ですよ。一口食べてそのうまさに衝撃が走った。全国の会場で開催されます。